ここはお腹を空かせたネズミたちの住処。おいしいスイーツをかけた熾烈なゲームが今始まる。ピッキーの何をお腹空いたでちゅ。全然餌食べてないでちゅ。甘いものが食べたいでちゅ。ちゅうだちゅう。ちゅう。さっきからちゅう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 やかましいね。48っちゅうやつらは俺らはキャットボーイズにゃ。俺らまだキャラ設定決まってないんじゃん。俺たちの他にも高にゃ淳二さんがな、そう、ああどこにおるんや。ズームインスーパーの占いが最下位だったらしくて、うん、今日は出れないと家から家から出れないってさあ今日はね、あんまりにもうるさいからお前らに美味しいスイーツを持ってきてあげたにゃ。よし、誰でお前らに食わせるわけにはいかんぞ。これからちゃんとお前にクリアすれば美味しいスイーツを食わしてあげよう。ただし失敗したら貴様らには粉まみれになってもらう。うるさい、お前らは粉アイドルじゃ。今回のご褒美スイーツはプランタン銀座で季節限定販売中のベリーヌ。一口食べるたびに口の中に違った味わいが広がる今パリで大ブレイク中の最新スイーツなんです。食べたければこのミッションをクリアするでっちゅ。こちらだ。こちらだ。こちらだ。本物の芸人を的中せよ。吉本若手芸人の皆さんです。さあということで以上吉本芸人の皆さんでした。おいちょっともうやだよこれ。さあ今回集まったのはまだまだ無名の芸人さんたち。しかしこの中に一人だけ素人さんが。ネズミたちは4匹1組になり本物だと思う芸人を一人ずつチョイス。偽物を最後まで残せばスイーツゲット。でも偽物を選んでしまうと連帯責任。ネズミたち全員に粉にまみれてもらいます。それじゃ一匹ずつ選ぶんだちゅ。誰から行こうかね。はい。お、じゃあ高橋。はい。じゃあ、お前に出されるヒントはこちらでございます。ゲーム。おお、いいですね。これ結構大事ですね。さあ、お、じゃあ1番の方から、ゲームをお願いします。はい。お、どうも沖縄番長です。わあの4カメさんがこっちですよってやってるのに、あのテレビ出たことありませんからずっとこっちここですよ。違う違う、カメラさんはずっとお前を撮ってくれとったから。では1番沖縄番長でございます。はい、続いて2番の方、芸名の方お願いします。はい、どうも幸せ屋と申します。ここの壺、うわー。分かった、お前素人やろ。誰が素人だよ。こんな芸人おらんよ。続いて3番の方、芸名の方お願いします。はい、ワクワク村のフランケンと申します。よろしくお願いします。全然わかんないです。そうですね、ワクワク村というコンビ名で、はい、フランケンという。なんでスーツなんですか、うん、これはですね、うん、僕実は元中学校の教員なんですよ。そうなん。そうなんです。じゃあ、4番目の芸人の方。はい、ヘコキブンブンのサダと言います。はい、ヘコキブンブンのサダと言います。サダ、ちょっと一個だけ確認したいんですけれども、僕ね、こう見えて、意外とね、モテないんですよ。いや簡単やもん。何言ってるか分かんない。何を言ってるか分かんない。さあ、以上のメンバーが、ちょっとちょっとちょっとおかしいでしょ。どうでしょう。このくだり鉄板のはずなんですけどね。おかしいでしょ。
て長縄跳びの要領で来ましたもん。すごい。さあ、皆さん自己紹介をお願いします。はい、はい、どうも、角刈り一筋19年、うん、わらさぎの浜口です。よろしくお願いします。19歳です。19です。嘘でしょ。ツッコミとボケはどっちだ。僕ツッコミです。なんかツッコミの、キュートさんがボケなんで突っ込んでみてください。いや全然構いませんよ。俺大丈夫、俺素人みたいになるよ。という今ヒントをですね受けてどうですか。でもなんか怪しい人はいます。怪しい人おる。怪しい人はおる。本当にこれは難しい。それではこの5組の中から一人を選んでください。はい、2番の指圧野郎さん。またなぜ最初に来た時に、うん、バーンってよくぶたれるポジションに行ってた気がする、うんうんうん、自分から、はい、自分から。なるほど、はい、それでは、2番の穴に入ってもらいましょう。2番が本物の芸人だと思う高見なネズミは2番の穴の中へ。彼が偽物なら粉まみれだが。2番は果たして本物の芸人なんでしょうか。さあ、指圧野郎は本物か偽物か。おめでとうございます。素人かと思った。素人だ。今新喜劇とかにね出たりもしてます。そうですよね、巨人師匠。あ、そうやね。あ、ただね、さっきからね、はいはい、小声で気持ち悪いとか言ってるやつがおるから、潰すな。ちょっと似てるってなそう、指圧野郎さんは芸歴8年、新喜劇にも出演中の立派な芸人さん。残る本物は3人。さあ、見抜けるかな。続いての挑戦者は大島。大島。はい、じゃあ大島に出すヒントはこちらでございます。ショートネタ。それぞれの芸人に短いネタをやってもらいます、うん、完成度の高さで本物の芸人を選んでもらいたいと思います。それでは、俺からネタやりたいよっていう人。え、嘘でしょ。なんでですか。あ、じゃあ僕行きましょうか。あ、じゃあ僕します。じゃあ俺やるよ。じゃあ僕します。あ、じゃあ僕やりましょうか。あ、どうぞ。あ、どうぞどうぞ。罠罠でしょうよ、こんなの。AKB が鉄板なのになっていう、はいはい、だんだん自信なくしてますよ。さあ、はい、じゃあ左から順番に、はい、沖縄番長からかな。じゃあ行きましょうか。沖縄番長のショートネタどうぞ。皆様、沖縄ヤンキー界の頂点に君臨する男、沖縄番長ご存知でしょうか。これはショックですよ、本当に芸人だったら。おやばい、もう一回、もう一回行きたいです、はい、それでは沖縄番長のショートネタどうぞ。皆様、沖縄ヤンキー界の頂点に君臨する男、沖縄番長ご存知でしょうか。どうも、沖縄番長です。わーで、なんかすごい鳥肌立ったんですけど、うん続いてはワクワク村のフランケンと。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それではですね、うん、オリジナルソングを歌いながら足を高く上げます。それでは聞いてください。フューチャー。ここが未来の街だぜ、フューチャーさ、フューチャーだん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 、届け届け。ありがとうございました。ヘコキブンブンかな。はい、はい、どうぞ。ヘコキブンブンのコント、便器。あー、おしっこしたいな。あ、おしっこしてもいいかな。いいとも。わ、人間と便器の友情が芽生えた瞬間や。終わり。すごい。終わり。ちょっとずっと空気悪かったんで、これ致し方ないです。いや、そんなことない。人のせいにすんねん。僕は一発、いや、僕は一発目やったらめっちゃ受けてましたよ、これ。じゃあ最後、わらさぎの浜口のショートネタです。どうぞ。5発ギャグならぬ、一発ギャグならぬ5発ギャグをやらせていただきます。すいません。これだけやらせてもらって。やりたいね。一発ギャグならぬ5発ギャグをやらせていただきます。
セリーヌ・ディオン、掛け具の上にたくあん、沢田研二の主治医、イデオコインランドリー、モロゾフ、モロゾフ、どうも。いや、もっと受けていいでしょう。いや、もっと受けていいよ、今の。いいですよね。全然受けていい。いやいや、おかしいでしょう。モロゾフって何ですか。意味なんてないね。それはまだ聞いてダメよ。ねえ、ね、失礼してますね。さあ、じゃあ大島、はい、今のを見てみて、予想していただいて思います。でも私さっきから見てたんですけど、うん、あの始発野郎さんと、うん、わらさん、うん、浜口さんが、うん、結構アイコン撮ってるんですよ。ドロロロ。いや、じゃあ大島、はい、答えの方どうぞ。わらさぎの浜口さん、うん、理由は声の張り。おお。じゃあ5番の5番穴に入れ。はい、はい、どうぞ。5番が本物の芸人だと思うコリスネズミは5番の穴の中へ。大丈夫かな。うわー、どうなんでしょう。さあ、はい、果たして5番は本物の芸人なんでしょうか。わらさぎ浜口は本物か偽物か。怖いって。おめでとうございます。大ブーイングですよ。何、え、どういうこと、どういうこと。本物やお前。手になんか誰や誰やって書いてあるんですよ。何何何これ。何これ、どういうことなん。誰や誰やってこれ。最初のあの僕の絡みのセリフをちょっと忘れそうやった。誰や誰や忘れそうと思った。19歳の浜口さんはわらさぎというコンビで頑張るテンポある漫才が売りの芸人さん。残る本物は2人。さあ見抜けるかな。続いての挑戦者が葛西ということで、はい、お前に出されるヒントはこちらでございます。リアクション。おお。さあ、じゃあこちらにね、用意されたおでんをですね、今から3人で、食べてもらいます。これめちゃくちゃ大ヒントじゃないですか。はい、まあリアクションですから、ね、熱リアクション。じゃあ最初に、おでんを食べる人、誰ですか。食べられんよ。はい、じゃあ沖縄番長から。はい、じゃあ見といてね、リアクション。沖縄番長のリアクション、はい。マジ熱いんですけど、これ。次誰。よっしゃ、お願いします。お前スーツ着てんの、お前。お願いします。はい、まあ労災落ちるんやろな、これ、お前。じゃあ続いて。見ていただきましたけども、こう今のプレーを、連携プレーを見てもらって、そうそう、誰かを予想してもらうっていうことです。そういうことか。はい、それでは、葛西に答えてもらいたいと思います。本物は、沖縄番長さん。理由は、なんか空気読めてないけど、素人の人は前には出れないかなって。あ、逆にね。なるほどね。これ複雑な気持ちですね。ちょっとね、それでは1番の穴に入ってもらいましょう。一番が本物の芸人だと思うトモオミネズミは一番の穴の中へ。外れたらみんな粉まみれだちゅう。怖いやろ。怖い。あ、どうしよう、本当に怖いんだけど。さあ、果たして一番の沖縄番長は本物の芸人なんでしょうか。少し KY な沖縄番長は本物か偽物か。一番の沖縄番長は本物の芸人なんでしょうか。沖縄番長は本物か偽物か。ちなみに芸歴はどんぐらいの。2ヶ月です。2ヶ月だったらしょうがないですよね。いや、しょうがないとかじゃなくて立派や立派や。蛇持って魚よ。蛇は尋常じゃないよ。度胸は抜群、沖縄番長さんは勢いだけは誰にも負けないフレッシュなピン芸人。さあ、ついに残りは2人。本物はどっち。最後の挑戦者は小島春菜。はい、お前に出されるヒントはこちら。一発ギャグ。
ながらお題を出すので即興でギャグを作ってもらいたいと思います。難しいな。一発ギャグをするのはトイレの先方。じゃあどっちから行こうかな。僕フランケンから行く。行きます、はい。2日ぐらい時間もらえませんか、ね、いやもらえませんあの今のもヒントになりますからね。僕もよく言うんですよ、あのリーゼントセット何時間ぐらいかかるんですか、ね、君の瞳に乾杯。俺喋るよやろ潰すね。俺喋るよやろお前頼むで。じゃあ続いてひろき分ができたらできたって言ってくださいね。もう僕できてますね。うん、あそう。じゃあ先行できてますか。あ、ほんと先行できたんすか。そうそれのじゃあ一番いいやつだ。じゃあ、うん、手こぎブンブンでやってもらいましょう。はいはい、どうぞ。便器ですか。便器があればお腹がすくよ。いくぞ。1、2、3おかわりこれ先行のうちの一番悪いやつだ。はい、聞くだけいいの出してくださいよ。さあ今のを見てもう2分の1やからね。これでもう間違えたらみんなにこれ押してくるからね。連帯責任なんだ。もうさあ大丈夫決まった。はい。さあそれでは小島答えをどうぞ。本物の芸人さんはへこきぶんぶんさんです。へこきぶんぶん。お理由はなんか、うん、ワクワク村さんは芸人では多分かわいそうだから普通の先生でいてほしい。普通の先生であってほしいという小島の願望を止めて。みんな大丈夫。小島はもう大丈夫。さあ、それでは4番の穴に入ってください。4番が本物の芸人だと思うこじはるねずみは4番の穴の中へ。これが当たれば見事スイーツゲットだが決まりました。どっちやろ。もう2分の1ですからね、うん、さあそれでは4番は本物の芸人なんでしょうか。スイーツゲットか粉まみれか運命の瞬間。さあ4番は本物の芸人なんでしょうか。へこきぶんぶんは本物か偽物か。スイッチゲットならず。あうわすごい粉の量。そんなに何だそんなに食べてる、ね、うわほんと粉にまみれる率多いよね。うわ今日も粉だということでフランケンさんは芸歴2ヶ月、コンビワクワク村で活躍中の芸人さんでした。ということですね、偽芸人は4番のへこけ部分でした。ちなみにこの方はと言いますと実はですね放送作家をやられてる方なんですね。おかしいおかしい。そうさださんは歌スタロンキューハイランドなど数々の人気番組を担当しているれっきとした放送作家さんなんです。すごいじゃないですか。すごい方だったんですよ。つまんないのに。ちなみにエメンっていうのはいらっしゃいますか。あいますね。なつきさんですね。佐藤なつき。初めてじゃない、推し名選ばれたの。初めてです。私ストッキングかぶってる見ましたか。見ました。ギリセーフやったと思います。あ本当ですか。今 i モードで絶賛配信中、話題騒然の新曲 Baby Baby Baby。